お職人衆のお言葉聞いておりますてえと、うぬだの我なんてことを言いまして、まるで喧嘩でもしているようでございますな。さあ一杯やろう、吸い込んじめ、お酒を吸い込むなんてことを言いましてお酒好きの取りやりをなさいますと、親身も及ばないようなお付き合いでございます。お向こうのおかみさん、なんだい、頼みがあるんだけど、おまんまがあったら一肩け貸してくれないか。どうすんの。いや、うちの宿六さ帰ってきてね、あの気まぐれにおまんまが食べたいなんて言われると困るからさ、いっぱいに炊いちゃったんで足りないんだよ。あったら貸しとくんな。ああ、いいと思う。もうね、今日はね、二度も三度もお鉢に匂い嗅いでんだよ。明日まで起きゃね、臭くなっちゃう、ノリになっちゃうんだからね、おまんとこの宿六帰ってたら食わしちゃってくれよこれを他の人が聞いたらびっくりするだろうと思いますが、そこに言うに言われない親しみのあるもんでございます。それですから、ちょいとでも間違ったことがあると大変です。さあ野郎、勘弁できねえ、表へ出ろい、のっしゃから餅みたいに考えて畳んじまうぞ、鬼門みたいですな、おっぺしょっちまうから楽にしてやろうか。どうなるんですかな。どうでも問いたて帰りてえか。ものすごい言葉があるもんでございます。今日てきゃ勘弁できねえ、堪忍袋の方が切れたんだなんて言います。堪忍袋の尾が切れるとどういう音がするだろうというのが、このお話の興味なんです。諸越では関心という人が堪忍袋のレコードを破ってます。日本でも木村長友守、柳田角之進、神崎与五郎範康の堪忍袋邸と、講談の方の先生話家の方の堪忍袋なんて、そんな小話なりません。喧嘩長やってんで、朝から晩までノーベツ喧嘩してます。そのたんびに堪忍袋の尾を切ろうてんですから、止める回る人は大概一つ人で、お待ちお待ちお待ちてんだ、おかみさん、お逃げお逃げお逃げよ、向かってやる、すごいねこのおかみさん、またなんて巻きなんぞ振り回して、話せそれ、おい、すごい、すがれ、呆れた乱暴なやつだね、まあ女じゃねえか、愚痴どくが悪かったらそれっきりになっちまうよ。いい加減にしろ。おかみさん、どっちの肩持つわけじゃないが、お前さんよくないよ、男としてね、出ていけってな、嫌な口調だよ。一番最後に使うもんだと思ってんだろ。そうじゃねえんだよ、ありゃ五郎がいいからね。何言ってんだよ、この画家、出てきやれってなさ、そいつとっこいとって出てったらいいんだろうって言うさねえや。あんまりふてくさってるよ。同じふてくさっても私は出ていくうちがないんだよ。ここのうちがあの死に場所で来たんだから、殺しておくれっつってごらん、その方がかわいいよ。そう言われてごらん、振り上げた原稿が鈍るもんだ。このまま蹴殺すぞってと、蹴殺してみやれ、向こうずね食らいつくってんで歯むき出して向かってくんだもん。女じゃないよ、ブルドッグだよ、まるで。女らしくしたらどうだい、らしくぶらずってな、うまい言葉じゃねえか。お前さんのうちの裏口から覗いてみるてえと、ポカンとしてたことはない、まめによくなんかしてるけど、こざっぱりしたなり見たことがないよ。え、いや、新しいもんじゃないんだよ、洗濯していいんだ、赤だらけの着物よしなさいよ、毎日洗濯したって長屋から苦情は来やしねえや、うん、そうだろう。ねえ、少し気取ってしゃれてごらん。お前シュートがあるわけじゃなし、子供はなしさ、しゃれようともや、いくらでも気取ることができるんだ、間違えちゃいけないよ。こんな裏長屋にいるんだから、大丸まげで厚化粧、派手な着物でシャラシャラしようってんじゃねえんだよ。朝顔を洗う時に櫛を濡らして二三遍かき上げてごらん、同じ櫛巻きが見た目が綺麗だ。汚ねえ頭だね、十四月が素引きしたような頭だよ。タレに味噌とて紅金つきょうぞ、みんな主への真珠立ててじゃん。ねえ、きれいにしてるてえと、男はバカなもんで、荒い言葉がやらぐんだよ。いいかい、お前もそうだよ。ここはぶったり張ったりしてどこが面白いんだ、一生連れそうんじゃねえか。女房に負けるものかと大田分けって川柳があるよ。夫婦喧嘩してかかあに勝ったからって文化勲章もらったやつは一人もいねえんだよ。
呆れたね。俺はお前と長く付き合ってっけど、お前の笑ったのと犬の笑ったの見たことはない。お前笑えないのかね。笑ってごらん。あやしてるわけじゃねえけどよ、ノーベツとんがらがってやる。ヤソ教の屋根みてえだ。お前みたいなやつのことを言うんだよ、学体面ってな。とんがらがったとんがらがったってんだよ。バカバカしくて話にならねえや。え、笑う角には福来たるてえだろ。ニコニコしてたからひゃっと福が飛んでくるわけじゃない。暑い寒いのご挨拶がそうだよ。笑いながらすりゃ相手の休憩がいいや。お前の挨拶知ってるかい。自分で寒いですね。キツネが霧吹くような顔した。え、暑がすね。そう言われると俺のせいじゃねえやって言いたくなるよお前。笑う角には福来たるて前例があるよ。真夏炎天を大きな荷物を背負ってえっちらおっちら歩いてるて到来に何か包みが落ちてた。何だろうと手に取り上げる途端に向こうのうちにいた若い人が 5,6 人で大きな声でうわーと笑った。他の座談で笑ったんだがね、拾った人は拾う途端に笑われたろ。なんだこんないたずらしときやがった。叩きつけると言っちまった。笑ってた人はなんか飛び込んできた。なんだろうと開けてみるてえと中山吹色の小判だよお前。せっかく自分が拾ったんだけど腹立ったために人にやっちゃったじゃん。, 笑ってた人はいながらにしてお宝も笑う角には福来たるてんだめえじゃねえかおめえ。もろこしには一生涯腹を立てないで大成功をしたてえ人がある。この人はバカじゃないんだから尺に触りゃ腹も立つ、悲しきゃ涙も出る、おかしきゃ笑いもするがね、いや笑う以外には顔を出さないてんだよ。ここに思ってるてえとね、つい顔を出る。それじゃ大勢のお付き合いができないだろ。この人は大きな亀があってね、蓋がしてある。尺に触ることはね、壁の蓋を取って壁の中にガーッと怒鳴り込んじゃって蓋はピタリッとして始終ニコ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 笑ってる。付き合いのある人だ。あいつの怒った面見たことはねえね。怒らしてみようじゃねえよ。お友達が大勢でな、入試を使って立派なお料理屋へ連れてって漫才の中で赤っ恥をかかせてえと相変わらずニコ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 笑ってら、取り忘れた用事がございまして中座をして失礼を、打ち帰るてえと亀の蓋を取ってガーッと怒鳴り込んじゃった。え、あいつあんなこと言って帰ったけどうちってふくらがってやんだろ、面見て生やしてやろうとゾロ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 来ると、こういう人は抜け目がないよ、まあよくいらっしゃいました、さあどうぞこちらへと紙材据えて布団を出してお茶だのお菓子死体も置かないもてなしだ、うん、行った人は鼻が開いちゃった、いたたまれないだろう。一人帰り二人帰り帰った人が集まって、えらいな、どうしても腹を立てない、よっぽど人間ができなきゃああいうことはできない、ああいう人にいろんなことを教わったらいいことがあるだろう、私あの人に頼りになってもらおうと大層信用がついた。信用てえのは財産だよ。末に巨万の富を作ったって。いいことは真似でもいいからしてごらん。お前さん方にね、怒鳴るなったって無駄だ、喧嘩するなったって静にはいられねえんだから、どうだい、日を決めて喧嘩しちゃ1日15日は喧嘩デートかなとか言うのべつ喧嘩して、え、いやあと笑いながら暮らすってわけにいかねえかい。いや、そも慣れ初めから知ってるからこんな立ち入ったことを言うんだよ。おかみさん、針は持てるかい。んえ、針仕事大したことはねえんだ、手ぬぐいの切れっぱちでも何でもいいからね、大きな袋を一つ縫ってごらん。あのね、口んとこに長い紐をつけといて、これ堪忍袋とするんだよ。ご亭主に言うようなこといずれあるよ。他人同士が夫婦になって50年暮らすんだ。あるよ。ご亭主に言うとぶたれら痛えだろ。仏王だって手が痛えや。でご亭主だと思ってこの袋に怒鳴り込んじまいな。ガーッと。で、尾をギュッと締めておいて、これは緩めちゃいけないよ。堪忍袋の汚点だから。で、ご亭主の顔を見てニコニコっと笑ってごらん。わざっとでいいよ。お前もそうだよ。かかに文句言うてえと、膨らがってて用が足りねえ。不自由じゃねえか。何のためにかかと一緒にいるんだよ。わからねえだろ。それじゃかかに言うような文句は袋の中にガーッと怒鳴り込んじゃうんだよ。をギュッと締めておいて、これは緩めないんだ。で、かみさんの顔を見てニコニコって笑ってから、わざっとでもいいからよ、それで半月でも一月でもやってみろよ。うまくいかねえってんだ、また何とっても話に乗るよ。今日も用があって来たんだよ。気配ね、一緒に材木見に行ってもらおうと思って来るてえと、とがらがって組打ちだろ。
夫婦喧嘩のところへ入りにくいんだ。そこのうちのあらみんな分かっちゃうんだ。隣のうちに若い人は五六人、お前の友達だろ、ゴロッチャラ将棋指してた。見たくもねえ将棋見てたんだよ。あんまり夫婦喧嘩収まらねえから、誰か止めに行ってやってくださいなったら頼んだらね、ごめんこう思います、今朝からこれで五度目ですよって。友達が呆れ返ってんじゃねえか。私もダメだ、時間決めてうち来る人があるんだ、明日はね、やうち来ることはね、ここに行ってくれ、通り道だから、ここ通っていくから、いいかい、分かったの。おかみさん腹立てねえでよ、お機嫌直して、私と喧嘩したんじゃねえんだから膨らまっちゃいけないよ、おでん屋のはんぺんみてえに袋を縫って、いいか分かったな、お前も大事にしてやんなよ、女なんてのは男に大事にしてもらえる他に楽しみはねえんだから、分かったな、じゃあ明日来るからな。へえ、あっしの方から行きなよか。そうですか、じゃあ待ってやすから。あーよーよーし、えっバカだっちゅう、たどり、お客様送り出すんだ、行ったって立つもんだよ、ケツは重いな、あと閉めてこいはいはい、まじゃねえはいはい、入ってやいんで、やけに閉めるな、こいつは壊れちまえ、今な物に雇ってやんだろ、じゃん袋ねえ優しく口が聞けないのかね、ポン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 つかなきゃ損だと思って学体ずらめぐずぐず言うことはねえや、ろくな仕事もできもしねえくせにしやって、はばかり様だね、私は立派に仕事ができます、ぜひもらってください、私から頼んだんじゃないんだよ、てめえの方で口説きやがってお棚にご奉公してる自分のこと言ってやろうか、決まりが悪いだろ、一人もんでかわいそうだと思うかねえ、洗濯したりなんかしてやるお弁当のおかず出してやったり、お香をつけてやると変に間違いや、ちょいと話があるからこっちおいで、こっちおいでってや、みんなの前で話しておくんだ、みんなの前で話しにくいことだからこっち来い、こっち来い、友達がみんなでお前と私と怪しい怪しいってんだけど、浮き直わけじゃつまらないから一緒に逃げてくんないか、嫌がったじゃないか、お父っつぁんやおっかさんがやかましいからちゃんと話してくださいって言ったら、やかましいお父っつぁんやおっかさんに話してもくれる気遣いない、連れて逃げてしまえばできたと思うから安心してるから、そこへ話をすりゃわけなくできる、嫌だってんなら腹開けのどんぶりのみがある、うんと言わなきゃのぞいのみをうんまい申す、うんかのみかうんのみかってやろうんと言え、うんと言え、赤ん坊に長寿やってるよ横からスケベったらしい目つきで人の顔を覗き込みゃうんだろ、うんだろニコニコしてやがら、キリがねえなこの野郎言うことあったら袋の中言うんだ、その袋縫ってんだよ紐つけろ、ついてるよ、放り出すやつがあるけ、遠くにいるんじゃねえ、そばにいるんだ、手当たりしたっていいや、てめえどだよ、あんちきこっぱあんちきしゃめえバラーしゃめじゃあ大人だな、止めてくれたから勘弁してやったんだぞ、それでなきゃこの野郎半殺しの目に遭っちゃんだ、これからもあることだぞ、天使を天使らしく立てると承知れんとこの全てやろーしゃべえ馬みたいな笑い方してよ、私だって言うことがあんだから貸しとくれよ何言ってやです、毎晩毎晩表で遅くまで遊んで帰ってきて、うちに帰ってきて抱えいびってりゃどこが面白いんだい、いくつになったら道楽がやむんだよ、いい加減にしやでよけりゃやだん、俺だって言うことは残ってんだ、早く稼いこっちに何言ってやだよそれ太郎め、焼き餅焼くとろじゃねえ、男には男の付き合いってものがあるんだ、向こうで奢ってくれりゃこっちで奢らなきゃなんねえんだ、男ってものは表に出ると真の仇があるんだ、ブローネ焼き餅焼くつらじゃねえ、たまには鏡を見やれ、この十四松の隅木野郎しゃべだらしのない笑い方して、私だっていいこと貸しとくれよ、まだ焼き餅で言うんじゃないんだよ、初体が可愛いから言うんだよ
お前と一緒になったら博打は打たないだろ、勝負事はしないって嘘ばっかりついてやる、警備員ちゃ捕らえてくるし、パチンコじゃ手上がりじゃないか、いくつになったらやるんだよおけらやらダメだよこれ、おい将棋はさせねえよおい、きっちゃん隣いて止めてきてくれよ、俺ばかりやらせんだよ、誰か他のもの行けよ。いや夫婦喧嘩の仲裁ってのは頭がテラッとこないってとまあまあったってね、あの睨みは効かないんだよね、お前夫婦喧嘩の仲裁うまいよ、褒めるねんのだけど今月月番だろ、変なこと言うなよ、月番が仲裁すると決まってやしねえやね、まあ行くよしょうがねえから、おいいい加減にしろよ、冗談じゃねえ、おめんとはそうやってガー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 言ってらそれでいいよ、近所隣がおめえ手が塞がっちゃうじゃねえか、棚からなんか怒ってくるからだよ、ドッタンバッタンしやって、なんだっておめえそのな、あのなん、おうちはおい、なんでキッツァンか上がんなよ、なんか用か、お待つ、おい茶入れろよ、お茶入れましょうか、お上がんなさい、お茶入れるかな、おかしいなこれはさよなら行ってきた、なんで隣じゃないよ喧嘩、え隣じゃない、隣だよ、いや俺隣だと思ったんだよ、そしたら流し鉢の間に向こう前でニコニコ笑いながら話をして、お茶入れろよったら、お茶入れましょうかと余ったれてやんだよと、ほらほら始まった、えほらスケベ野郎ゲラ野郎やってんじゃねえ、あそうだ変だね、ちょまた言ってくれ、おい冗談じゃねえやな、俺がいるうちだけニコ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 笑ってやって、いなくなるって言うとガーつくガーつく始めやん、なんだってんだよこりゃなんだよ忘れ物かおい、なとこで怒鳴ってねえで上がんなよ、なんか用かよ、これおかしいなやろ少々伺いやす、なんだいこの辺に夫婦喧嘩なかったかね変なもの探しに来たの、なんねえよ隠すで、確かに聞こえたんだがな、スクベロケラやろってやつが、あれかあの喧嘩も片付けた片付けた喧嘩片付けられるか、しまっちゃったよしまった、うん、おめえにね夫婦喧嘩の忠誠何度も何度もしてもらって世話やかした、勘弁してくれ、今日こう限り夫婦喧嘩ぷっつりしねえ、よせあんなにのべつやってやったんじゃねえよ、まるっきりやらねえとなると寂しいよ、またたまにはやれ、けしかけるでんなもん、けしかけるわけじゃねえけど、どうしてそんな了見になったんだい、今帰ったおもとの旦那知ってるだろ、え上立つした頭違うね、笑え笑えってんだ、笑う角には服着たるで、物腰には一生懸腹立てねえで大金持ちになったってんだ、その人は亀の中に怒鳴り込んじゃう、いいことは真似でもいいからしろってんだよ、えお松に袋を濡らした出して見せてやる、これだよ、なんだい堪忍袋、堪忍袋話には聞いてんだがみんな初めてだね、じゃあのスケベ野郎ゲラ野郎すんなっかい、うんスケベ野郎なんて下積みになっちゃってるおゲラ野郎なんて横っ腹引っかかってるかもしれねえ、はあ、はあ、その袋の中に怒鳴り込んじゃうの、どうなっちゃうといい袋見たろ、サバサバするよ、へえなるほど、うまく考えたね、あどうだろうな、俺はここに来てこんなこと言えねえんだけども、その袋を借りるわけにいかねえかな、誰だい、俺だい、相手は誰だ、うちのかかあなんだよ、面目ねえけどね、一言言うとどことも二十言も通敬すんだ、口じゃ所詮女にかなわねえだろ、しっぱたくてえと引っかくんだよ、どったんばったん始めるてえと近所の人が止めに来る、面目ねえと思うからつい我慢したんだけど、かかあの面見て笑ったことはねえんだ、ここで怒鳴り込んじゃってうち行って笑ってみてんだ、貸してくんねえか、おおいいと思う、事前事業だ、事前事業ってほどの大げさなことはねえや、俺大丈夫かい、この紐を取って、うん中へこの袋の口こっちの口を入れてどうなんの、やってみるからね、決まり悪いな、なんだかバカ野郎、ちとめ毎晩毎晩ええやばり見に来やってな、朝でも知ってやってよ、朝停車をして飯を炊いて弁当詰めて出てくるならかかんなかかっとくか、これからもあることだぞ、停車を停止なし立てねえと塩ちえとこの滑ったいな、ちとめあーいい黒いだ、どうもありがとうつまらねえもの入れてきやんなこいつはいい、こいつはいいと長屋の者が大勢借りに来るんで堪忍袋いっぱい、おいお松どっか行って開けてこいよ、ダメだよお前さん、うちの喧嘩ばっかりじゃない、ご近所のが入ってんじゃないか、風の吹き回しでうちの中へパーッと飛んできたらどうすんの、だってこれ一ページはしょうがねえじゃねえか、明日表の旦那に聞いてみましょうよ、ああいう知恵のある人だからさ、クリスマスと言ってあげてこいとかさ、オングルと言ってあげてこいとか、なんとか言うわよおめえなんか言うことあんだろ、私みんな言っちゃったのサバサバして、お前さんは俺も久しぶりで笑ったんで顔がはばってやなんだ
いや誰か借りに来るといけねえ、パンクしちゃうといけねえから思って戸閉める。いや誰が来ても開けちゃいけないよ。おーあぐつくれー、酔っ払いだ。黙ってろ黙ってろ、聞いてみるから。あぐつくれー、トランペだ、グズトラ。うるせえよ、開けちゃいけん、黙って。寝たつもりで蹴っちゃうから。寝たつもりじゃ蹴らねえ。聞こえちゃったよ、開けてやれ。見てやれ見てやれ、危ねえ危ねえ危ねえ。おっそろいよってやん、どうして。お貸してくれ。暗いよってやん、何を。何言ったって、おめんとこか、借りに来るのは分かってやれよ。録音機。録音機、よせ、そんなものあるもんかい。あれよ、友達はみんなおめんとこへ吹っ込みに来るじゃねえ。なあなあ、カニ袋か。するする。喧嘩が相手は誰だ。竹んぼ。友達喧嘩するだよ。下君にどっちありか聞いてくれ。仕事の上でたたけの野郎ケチをつけやって、これは旧式だってやる。昔はこうしましたけど今はこうはしません。私はこれでも学校を出た工学士ですやん。しゃげざりやん。俺は学問はねえよ、学問はねえけど、ガキの自分から背中石火からして現場踏んで叩き上げてんだ。学問がどれだけあるんだってパパいた。まあ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 と止めに入ったやつを俺ばかり押さえつけちゃった。竹棒手が空いてやっから、ポカポカポカのポカのポカよ。お釣りやってそのまんま分からないちゃう。くっしゃねんだ、貸しすり。これは竹がよくねえや。だけどせっかくだけど袋一平なんだ。明日開けといて貸してやっから、明日来な。よせや、酔い越しの喧嘩熱は冷めちゃうな。燃えてるうちやらしてくれよ。一平だからダメだよ。友達みんなに貸して俺ばかりに貸さね。おめえばかりに貸さねってんじゃねえや。何しろこの通り袋がいっぱいで、一平もクソがあるだ。酔っ払ってますから、知ったくるてえと足を踏んわけでぐいっと引っ張って、堪忍袋の方がぷっつり切れる途端に中のこの子がいっぺんに、泣いちゃってばいちゃるばいちゃいけないじゃん、いけないじゃん、あれあっちゃぶらあれ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